本日のセミファイナルですね。はい、あと2つ。そうですね、セミファイナルと、はい、ありがとうございます。6人かかりますが、はい、なんとですね、これはもうプロレスならではの、そうですね、なっております。はい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 、選手が3人ずつ出てきて、そうですね、上がれてくださった、はい、このリングの上に6人上がってくるんですね。で、また時間がですね、61分3本勝負。はい、中途半端ですね。はい、何の1分なんですかね、これ。なんでしょうね、終電に集中合わせるんですよね。ということで、はい、61分と。60分もやられたら、こっちもいい迷惑なんで、さっさと終わってほしいんですけど。そうですね。で、3本勝負というのはですね、はい、先に2本、はい、取った方の勝ち。はということで。さあ、せっかく6人出てくるんですから、はいはいはい、一瞬で終わっちゃう、面白いじゃないですか。そうですね。ぜひともね、はい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 、3本。さあ、選手の方ですね、ちょっと紹介しておきまして、はい、実はですね、この6人タッグマッチ、セミファイナル全員 OB、はいはい、OB、プロ拳 OB って構成されておりまして、はいはいはい、AK スタイルズ、はい、ヒグモン、はい、デストラで、というのは、同じチームということですね。そうですね、こちらが1チームになります。そして対するチームがオカルト大魔王22世、はい、タイガー西山マスク、タイガー西山マスク、はい、そして X、まあ、プロレス的にはですね、 X というのはリングネームではなくて、誰だかわからない、誰が出てくるかわからない、はい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 、皆さんには出てきてのお楽しみということで、はい、X とあえて伏せさせていただきました、はい、ちなみに我々もX としか聞いておりませんので、はい、どういうレスラー、どういう体の、レスラーというのは全く、こちら本情報は入っておりませんので、はいはい、出てきてからのお楽しみということで、もしかしたら来てないかもしれない来てない、2対3になるという可能性はあると。 OB なんでですね、はい、仕事が終わってないかなということですね、はい、さあどうなる、ここやら間もなく、はい、間もなくそろそろ、はい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 、ちょっと笑っていただきましょうか、ね、そうですね、続きまして本日のセミファイナルを行います。青コーナーより AK スタイルズヒグモンの入場です。失礼しました、青コーナーより AK すいません、ちょっとはいはい、ちょ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 仕切り直そう、ちょっと一回仕切り直そう、さあやろうかっていう時に何してんの、あんた一試合目からやっちゃう、はい、中洲の夜空で説教されなさんだ、ほんと一試合目からやっちゃう、3試合目からでいい、3試合目からやっちゃう、もう一回先は一回降りて、ちょっと一回降りなさい、一回降りなさい、はい、ということでですね、ではそろそろ皆さん、はい、選手のセミファイナル、はい、ということですね、はい、実はですね、はい、今我々の元に入った情報によりまして、はい、準備できてませんと、もともとレスラーが準備しないということで彼何しに出てきたんでしょ、わかんないです、何を理由に上がってきたかわかんないんですけど、ちょっと落ち着こう、練習練習だったの、違います、なんでマイク越しで喋るようになってきたんこの本当にね、はい、彼はですね、はい、学生なんで、そうですね、学生とこのお祭りイベントにまだ慣れてなくて、はい、これが学生の部分のゆとりというかですね、まあ、そういうだから我々ですね、はい、我々も実は OB で、そうですね、はい、ずっとな長年マイクを握ってきた、はい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 、実はもう社会人11年目だ、そうですね、もう僕らもおじさんになりましたね、いいおっさんですよ、はい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 、まあ、選手はですね、はい、1試合目でも試合して、はい、ちょっとまだですね、息があるんですけども、そうですね、ガブガブお茶を飲んでおります、先ほどから、はい、まあ、そういう意味だと、ちょっとやっぱり年を取ったな、そうですね、そういうこともありますね、はいはい、ちなみに今、おしゃべりしていただいているのが、学生の時の、リングネームということで、古井たち五郎さんということです、拍手をお願いします。あ、どうもすみません、私、今日実はですね、3、4年ぶりぐらいにマイクに行っているので、はい、非常に緊張してます、はい、皆さんの温かい声援をお願いします。はい、リングアナウンサー、本当に今大丈夫な感じで上がったの？ OK 出たよ、OK 出たよ、最高、マイク越しで喋りなさいよ、聞こえないじゃない、はい、どうぞ、続きまして、本日のセミファイナルを行います、青コーナーよりオカルト大魔王22世 X の入場です。手拍子をしにくい曲ですが、皆さん盛り上がっていきましょう、盛大な手拍子を。
お願いしますと言ってもなかなかしづらいこの曲。はい、入場曲開始から1分経過、あと30秒ぐらいで入場してください、はい、さあまだ出てきませんよ。さあいいですね、この辺の学生プロレスならではのチープな入場、はい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 、もう選手見えてますけども、あえてここはですねプロレスです、見えなかったことに、はい、よろしくお願いします。さあ出てきました、オカルト大魔王22世、後ろからは X、 さあ後ろが X、 誰だこれは、非常にいい体格ですね、はい、さあ分からない、前を歩くのがオカルト大魔王22世、そして後ろを行くは X、 さあ頭のあたりに書いているのは O と X、 分かりやすいですが、さあ X は誰なのか、さあまだ分かりませんけど、さあここはオカルト大魔王22世がまずはおーっと外して、マスクの下には何ですか、あれもマスクですか、そして誰か分かりませんけど、うすうす感づいてきましたか皆さん、おーっとこれはこれはミス、スーパームータイガー、スーパームータイガー、なんとなんと数年に一度しか見れない伝説の子が、はい、スーパームータイガー入場、赤コーナーより AKS サイズキングボンの入場です。さあ対する赤コーナーは AK スタイルズ、そしてヒグモンともにですね、両軍リーダー格はまだ出てきてない、そうですね、楽しみですね。さあその前に出てくるのが AK スタイルズ、そしてヒグモン、名前は可愛いけど顔はどうかな、いやー出てきた、出てきた、結構いくわ、AK スタイルズそしてヒグモン、はい、さあ大きな大きな拍手をお迎えください、 AK スタイルズ、そしてヒグモン、この中にですね、やはり入場が1試合目2試合目と違ってですね、非常に大見返し、機会が、はい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 、非常に落ち着いた入場、そうですね、さあ豪快に AK スタイルズが今セカンドロープ、はい、そしてさあこちらリングサイドはヒグモン、さあここは一歩ずつ一歩ずつ、リングイン、青コーナーより次期挑戦者タイガー西山マスク入場、次期挑戦者、これは一体何を意味するか、はい、これはですね、実は明日の中洲祭り2日目、はい、メインイベントですね、明日のメインイベントでタイガー西山マスク対デストラデーの、はい、ベルトをかけた一騎打ちが行われます。さあ出てきました、あった、出てきましたタイガー西山マスク、さあ写真撮っていいですよ、下目どうぞ、フェイスブック、ツイッターどんどん上げちゃって、著作権は、著作権はありません、どんどん写真を撮っちゃって、さあ伝説の子は中杉はもはや伝説、さあ、ただ大学しやすく入場シーンの見物ですよ、さあ、シャメの準備はいいですか、ラストとリングへ、伝説のコーナーですね、はい、赤コーナーより現チャンピオンデストラデー入場、やべえ、めっちゃ太っこい、さあ対するは向井裕貴たちは現チャンピオン、学生 OB 含めた現在最も強いのデストラデー、はい、こちらもですねキャリア満点、そうですね、向かうところ的な瞬間を見せたデストラデーの名を持して最後の最後に登場、さあ金色に輝くベルトを巻いて今堂々と入場してきております、さあデストラデーに大きな拍手をお願いします、すごいですね、このタウンを身にまとって、はい、やはり社会人お金もあるぞ、そうですね、衣装だけでも学生にはいけない、はい、お金をかけたものデストラデーリングイン、これボクシングの総額30万くらいやってますね、そうですね、本日の最高になる6メーターマッチ61本3本失礼しました。61分3本勝負を行います。ちょっといい加減にしなさいよ、あんた。もう4回目やこれ。
はい。青コーナー、身長体重不明、オカルト大魔王22歳。魔界からの使者、オカルト大魔王22歳。180センチ、120キロ、スーパーブータイガー。吹雪の虎、スーパーブータイガー。169センチ、88キロ、タイガー西山スクー。吹雪の虎、タイガー西山スク。赤コーナー、166センチ、75キロ、AKスタイルズ。ラブライバー AK スタイルズ。167センチ、72キロ、ヒグモン。じゃあファンタジスタヒグモン。176センチ、75キロ、デストラーテエー。収益速射砲デストラーテエー。さあ、リングアナウンサーですね。はい、お疲れ様でした。もうちょっとね、はい、今日ですね、このテントの下に九州産業大学のですね、理事長が来てますからね。なんとですね、はい、我々もびっくりしました。はい、我々の背筋、はい、背筋がピンとするような大学のお偉い様がですね、見てる中でこの学生がですね、こっち行ったということで、はい、明日からの単位が心配です。まあ、幸いにもですね、明日はお休みなので、そうですね、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、後期頑張ってたいところ、はい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 。さあ、6人ですね、出てきましたね。これだけで揃ってきて、そしてどうですか、1、2試合目とまだこの、そうですね、出来上がった体格、はい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 、いやー、どこから説明していけばいいのかわからないですけども、まあ、おいおいですね、はい、はい、それぞれ、まあ、そうですね、一部触れちゃいけないところもあるので、はいはいはい、できるだけ触れずにですね、はいはいはい、まあ、公表していいところですよね。そうですね、ことは思います、はい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 。さあ、しかしですね、さあ、どうなることやら。さあ、今ですね、まもなく試合開始に行きましたか、はい、さあ、ご覧になりました。第3試合セミファイナル、はい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 。さあ、まず先手で出てきたのはヒグモン。そしてさあ、またここは笛が鳴りましたということで、ということは皆様、ですね、ちょうどキャナル側じゃなくて逆側ですね、はい、皆様ご覧ください。裏側といいますか、川とは反対側、皆さんご注目ください。中洲メンズ女みこし、はい、女みこしが、こちらの会場に来ております。拍手をお願いします。これは珍しいですよ、やっぱりですね、博多の祭りといえば、はい、九州男児はやるもんじゃないかと、そうですね、思いがちなんですけど、はいはい、なんのいやー、しかしこちらのみこしですね、これが中洲祭り名物の、はい、全員が女性、はいはいはい、中洲の美女がですね、はい、汗水垂らしてと、はい、このなんかいいですね。そしてですね、なんとリング中央、はい、笛が鳴ったということで、はい、そうですね、リング中央、ゴングと同時に笛が鳴りました、はい、このまま、まあ、テレビ的に一時停止ということで、はい、ロックアップした状態で今レスラー同士が止まっております。はい、ちなみにレフリーもゴングと言った後のまんまの状態で今止まっております。エンケスタイズの顔を作ったまま止まってます、ね、はい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 、いいですよ、いいですよ。レスラーはこのまま止まってください。はい、さあ皆さん、これですね、長洲祭り、女みこしも、恒例なんですが、この時期に止まってしまうという三大プロレスのリングも恒例となっております。そうですね、さあ皆さん、おっと、どうですか、この凛々しい中洲美女、はい、ぜひとも今の間だけですからね、写真撮ってください、フェイスブックに上げてください、はい、ぜひともいいねもしてあげてください、はい、ぜひとも今ですね、女性たちを見てください。これだけの美女が一挙に来るなんてですね、なかなかないですよ、はい、我々もちょっと堪能します、マイクを置きます。
はい、ということですね。はい、須田さん7拍子も入りました。はい、はい、まるでですね、中津全体が昨日のホークスの優勝を応援する、そうですね、お祝いするかのような、はい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 、いやー、改めてですね、はい、ホークス優勝おめでとうということですね。おめでとうということで、皆さん中津盛り上がってますか。あといい感じに盛り上がってますね。はい、さあ今、はい、締めの3、3、7拍子です。はい、ということでですね、ぜひともですね、この会場に来ていただいている、お客様も、改めてこの女神輿の方ですね、堪能できたんではないかと思いますけども、皆様改めて盛大な拍手をお願いします。はい、ということでですね、ここにですね、はい、まあ、の方々もです、ね、はい、ここで休憩に入られるということで、はい、ということで、このまま20分休憩に入りたいと思いますので、はい、約20分の休憩、はい、リング上のレスラー、特に2人ですね、ヒクモンと岡戸大魔王22世、はい、このままだとちょっとかわいそうなので、そうですよね、はい、皆さんが許してもらえたならば、はい、レフリーだけ残して、はい、で、あ、そうですね、はい、この出し一回解除したいんですけど、はい、どうでしょうか、皆さん、よろしいですかね。皆さんもですね、今のうちにトイレ休憩だとか、はい、ちょっと飲み足りないそうですね、出店の方、ビール等をたくさん売っておりますので、はい、今のうちに喉を潤していただいて、そうですね、この試合を楽しんでいきたいなと、はいはいはい、思います。しばしじゃあ休憩ということで、はい、それではすみません、我々もちょっと休憩いただきます、はい、一旦解除します。それでは、皆様休憩に入ってください。でレフリーだけは休憩できません。レフリーですね、レフリー学生なんで、はい、レフリーだけは休憩。タイガーさん触らないよ、タイガーさん触っちゃいけないよ、学生なんだから相手は。残り時間19分30秒さあこの状態で19分30秒約20分経った。これはきついでしょうね。マジか、はい、この帯何もない、はい、という顔してます、ね、はい、我々は平成とそれを言ってのけるという、はいはい、お客さんもなぜかわかんないけど、オブジェのように写真を撮っているというですね、なぜか知らないけど一番人気ということで、はい、さあその間この出てる OB がですね、はい、まあ初老ということでゆっくり休憩しております。そうですね、まあ、はい、今日の仕事疲れも今のうちに癒してですね、はいはいはい、もうウォーミングアップで全然言ってますから。そうですね、はい、入場の時に金かけていろいろコスチュームも考えてますけども、体にまとわりつくテーピングもそれなりに金かかってるということですね。そうですね、この辺やはり年の子、はいはいはい、いろんなところ節々に怪我をしてるということですね。いやしかしですね、この6メーター四方のリングの中に6人もいると邪魔ですね、もう。そうですね、まあ体格いいと言いましたけども、はいはい、まあ、正直な言い方をするとむさ苦しいですね、はいはいはい、はい、ちなみに今ヒグモンとゲストラで今日の飲み屋の話をしております。どこでも行こうか、もちろんゲストさんのおごりでしょ、はい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 、そんなこと言うなよ。いやちなみにですね、大切なこと言うのを忘れておりました。はい、リング上ですね、やっぱり、まあ、学生なので、はい、まあ、レフリーを除いて、ただいま全員婚活中でございます。そうですね、はい、皆さん独身ということですね。皆さん、マッチョ好きな方、マッチョ好きな女性の方、ぜひともね、今のうちに連絡交換されたらいいでしょうか。はいはい、この後ですね、ぜひとも連絡先交換していただけるといいですけども、はい、ちなみに皆さん、ガラケーですので、LINE なんかやってませんから、はい、メールでよければ、ぜひともやり取りしてあげてください。アイボードです。はい、はい、いやー、しかしですね、本当。いや今ちなみにですね、はいはい、新たな情報が入ってきたんですけど、はいはいはい、なんとですね、リンクシップレフリー、はい、2年生らしい、学生、大学2年生、一番老けてますよ、はい、年齢的に言うと20歳なのにこの顔という、もうなんか、はい、3時のパパくらいの顔してますよね、はいはいはい、ちなみに太ももがプルプルしだしましたね、ちょっと楽しそうなので、あ、やっと OK が出ました、OK 出ました、はい、今まで待っていただいて、レフリーも OK 拍手お願いします。なぜか一番レフリーがいい拍手もらっているというですね、はい、いやなんか美味しいですね、はい、しかし一番年下なんで正座というですね、なんとも律儀な後輩ですよ、本当。しかしながら先ほどのリングアナウンサー、はい、落ち着いちゃう、いや本当ですよね、今だから言いますよ、あのリングアナウンサーですか、はい、裏の方に逃げましたけど本当に叩きますよ、あいつ本当に海外戦で言いたくなりますけどね、まあ、この後ですね、はい、理事長の面談があるということで、そうですね、理事長が直々に時間を取っていただいておりますので、はい、中洲にお金を落とす代わりにあんたちょっとおいでと、はい、ちなみに何学部、何学部なんですか、
だからなんでマイク越しで喋りようかっていう話なんですけども、小学部ということですね。お前らが将来の経済を背負っていくんだぞ。はい、大学2年生で、あのレフリーと一緒ということでですね、とても同期には見えない。ろくな2年生は旧3年いないのかと言われるでしょう。この理事長がいるのに恥ずかしいということでですね。いやー、しかしね、あのちなみに、はいはい、あの喋ってるお前たちは何者なんだと、あのギャラリーから言われるということでですね、私ですね、あの、はいはい、卒業して11年間日本の経済を支えてまいりました。それだけ小野さんがですね、この日本の経済を社会人11名目、ガス番号ですね、 QQTM125 ですよ。わー、略を覚えてますね。工学部、機械工学部の卒業です。はっはっはっは。まあ現在はちょっとあの、SA エンジニアとして、あららら、働いております。一方、あの、解説の和人さんは、はい、僕はですね、九州産業大学の何学部だったかな、忘れたんですよね。一生、こんなもんなんですよね。はい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 、もう僕もいろんな訳ありの、あの OB ですので、はい、4年間大学に行きまして、単位が足りずに退学したというですね、こんな中洲のど真ん中でこんなこと紙がいいのか分かんないですけども、親が泣いてますよね。学費を払ったの、はい、学費払いましたんで、僕があの退学した後に新しい豪館として2号館という新しい建物が、新設されたということで聞いております。私も卒業して11年経つとですね、はい、エレベーターなかった塔がですね、そうですね、エレベーターがついてる。はい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 、我々の学費でですね、九州産業大学がですね、大きく成長しております。理事長、こんなもんで九州産業大学の、アピールよろしいでしょうかね。はい、できればですね、あの時の学費を返していただきたいということでですね、もう我々真夏でも階段登りました。はい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 、今の学生たちはエレベーターですよ。そうなんですよね。これこのまま僕ら20分喋らなきゃいけないんですか。僕らですね、君入っていいって言われてるんで、ただ楽しく喋ってるだけなんですけど、はいはい、まあまあ楽しいだけですね。まあ、ちょっとお客さんもちょっと冷えてきたんでですね、取り休憩と取られて、はいはいはい、レスラーもですね、いろいろと自由させてもらってますので、今のうちに自由に取り休憩と取られてください。ちょうどこのホーム席から向かい側にありますテントが2張り、立っておりますけども、中洲の方のご住所ですね、とても美味しい唐揚げだったりビールだったりと、おつまみなんかいっぱい置いております。で、少し今日ね、肌寒くなっておりますけども、はい、おでんなんかも出ておりましたので、なるほどですね、ぜひともですね、皆さん買っていただいてですね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、ただですね、ビールと飲んでもよろしいですけども、飲酒運転絶対にやめてください。福岡県本当もうね、多いんですよ。もうね、皆さんのいい大人の方もたくさんいらっしゃるので、やっぱりですね、そうなんです、乗らない、はい、はい、もうこれだけは守っていただいてですね、あとは中洲の夜を楽しんでいただきたいと思います。はい、それだけやめてください。はい、せっかくですね、ここで飲んだビールで飲酒運転されると本当に我々ここに来てですね、残念になります。そこだけは約束してください。その分飲んでください。そうですね、はい、僕らも、はい、楽しみたいと思います。ということでですね、僕らもビールが来ました。解説しながらですけども、ビールがですね、今来ましたので、僕はですね、すいません、試合終わりましたんで、いえいえ、もう僕はまあ先ほど試合終わりましたんで、皆さんの試合ある方はビール飲めませんけど、すいません。で、ちなみに僕は車を今も置いていきますので、すいません。それではいただきます。いやー、試合の後のビールはうまい。タイガー、ビール飲むぞと、これから試合をするおっさんに向かって。はいはいはい、いやー、うまいわ。ビールいいですね。私は今日ちょっと会社の車で来ちゃったんで、ね、すいません、僕いただきました。今ちょっとですね、支店長、今日ちょっと先生会議遅くなりますよって会社まだ仕事の途中で出てきてですね、来ちゃってるんで、はい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 、はい、ここで誰か社員が見てたらどうしようと思ってるんですけども、いやだからこのビールの上の6人の方もですね、はい、早めに61分ですけど、早めに試合終われば早くビール飲みますよ。そうですね、早いと決着つけちゃってください。美味しいですよビール。まあ61分も大きな方がいないだろう。はい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 、
まあ、今のうちじゃあ、軽く選手の紹介でもしましょうか。ほぼほぼ皆さんですね、はい、初見だと思いますので、はい、じゃあ赤コーナーの方から、じゃあ真ん中立ってください。真ん中、はい、AK スタイルズさん、 AK スタイルズさん挙手を、はい、はい、こちらです。 AK スタイルズです。大きな拍手お願いします。ちょっとですね、ちょっと気になるのはですね、はい、AK スタイルズなんかアニメの T シャツ。そうですね、まあ、AK スタイルズというだけなんで、これ T シャツコンセル、はい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 、AKB とか地形で、そうですね、はい、なるほどです、ね、そして次の方がヒグモンです。大きな拍手お願いします。大きになってもう約10年以上経過しておりますかね。もう10年近くなります。まだ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 いけるヒグモンです。そしてですね、はい、明日のメインイベント、メインイベント、この大会の締めを飾る、はい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 、現チャンピオン、大きな拍手をしてくださいよ。デストラデ、デストラデです。昔が懐かしい、政府にいたあの外国人の名前をもじった、はい、そうですね、昔似てたっていうだけでデストラデという名前ですね。政府黄金期を知る方が今濃いな、はい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 、まあ、この今先ほどから伝えてますけども、チャンピオン、チャンピオンで言いますけども、この九州産業大学プロレス研究部、はい、まあ、KWF 九州プロスタイルレスリング連盟という、はい、団体ですので、その中の、まあ、K というのは九州ですね、はい、九州一を決めようということで決めたそのチャンピオンです。そうですね、はい、今九州一強い、そうですね、アマチュアプロレス界でナンバーワンの男、デストラデーということです。さあ、一方のですね、はい、選手紹介をしたかったんですけども、はい、ファンサービスが忙しいということで、ここは割愛させていただきます。はい、はい、あ、紹介したんですか。あ、じゃあ分かりました、分かりました、分かりました。じゃあやりましょう。じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、じゃあデストラデーさん、ありがとうございます。今のうちですね、デストラデー、ヒグモン、AK スタイルズ、この3名は下の方におりますので、写真なんか撮りたい方、ぜひとも写真撮ってください。じゃあ、おごるの方、説明したいと思います。まずは、オカルト大魔王22世、拍手。さあ、無駄な動きですね。はい、寒いでしょ。さあ、これはこれですね、オカルト大魔王22世、はい、ということですね、はい、まあ、中身は全く分かりません。さあ、さあ、そして次に出てくるのがこの巨漢、スーパーブータイガー。スーパーブータイガー、拍手。キャッチコピーは空腹の虎。空腹なんでしょうね。はい、ただですね、僕気になるんですけど、はい、お尻のスイカが気になるんですけど、はい、たった10分ぐらい前の試合に出てたような、出てないような気がしますよね、このコスチューム。なんか似てるような、スーパーブーなんとかって選手出てましたもんね。出てましたよね。本人かどうかは分かりません。どんな人間なのかも分かりません。さあ、最後に紹介するのが、その人気は今だけ。さあ、出てきました、タイガー西山スク。明日のですね、タイトルマッチでデストラデーに挑戦します。はい、伝説のドラタイガー西山スク、明日のデストラデー、中洲では伝説の巨人と言っていいと思うんですけども、明日このタイガー西山スク対デストラデーがメインイベントで戦います。はい、その KWF1 を決めるといいますか、その1位のデストラデーにタイガー西山スクが挑戦するということですね。はい、さあ、それではですね、ちょっと はい、いろいろと選手の方写真撮影等をサービスさせていただいておりますので、はいはい、ぜひとも声をかけていただきますと、写真等、気軽に声をかけてください。ぜひとも Facebook、Twitter 等ですね、著作権ありませんので、はい、できればですね、逆に九州産業大学を、広めるためにも一人買ってください。そうですね、はい、もう一度言いますけども、みんな婚活中です。そうです、頑張ってます。はい、中で皆さんどうでしょう。そうですね、はい、で、写真等いいですけども、絶対にリングには触らないようにお願いします。はい、マットの上にも上がらないようお願いします。はい、ではですね、はい、我々の方も、はい、お前ら喋りすぎだろ。そうですね、ということで、いや、ちょっと3月状態になってきましたね。はい、お酒も入ったということで、ちょ、ベイダーさん、はい、ベイダーさんじゃなかった、タイガーさん、あ、お茶ですか。あ、じゃ、いや、ビール、あ、ベイダーじゃない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 方ですね、じゃない方、じゃない方ということですね。
我々もここ一旦マイクを置かせていただきたいと思います。もうちょっといい加減ということで、はい、またですね約10分から15分後再開したいと思いますので、はい、もう再開の折り合いですね。はい、またこちらの方から、お知らせします。マイクの方でお知らせします。再開の目処がまだ、見てるなっておりますので、それ次第分かり次第、ご報告いたしますので、ぜひとも今のうち写真もどうぞ、カズトも空いてますよということで、よろしくお願いします。一旦マイクを置かせていただきます。